お疲れ様です。内海です。今回はパッチケーブルについて動画にしていこうと思います。現在使ってるのがベルデンの9778のパッチケーブルを何個か持ってまして、まあ、15年ぐらい前に買ったやつなんですけど、でやっぱり今回新しくエフェクターボード作るにあたってどうせならってことでソルダーレスで全部作り直してみようかなってことでやってみようと思います。で、今回購入したものが、はい。こちらですね。ちょっといろいろ買ったんですけど、まずは、ちょっと前の動画でね、違うソルダーレスの話したと思うんですけど、ちょっとそれは忘れてください。いろいろありまして、今回私が作成するソルダーレスはこちらになりました。定番ですね。フリーザトーンさんのソルダーレスケーブルキットですね。SL4L というニッケルプラグの CU416 っていうケーブルが使われた L プラグのソルダーレスです。で、こちらと、これが10個入りのセットなので別で、念のためってことで、追加の L プラグを2つと、あとは使いそうな気がしたのでストレートプラグも2つと、ちょっと今後のために今まで無理やりだましだましやってきたんですけど、やっぱり必要かなということで今回テスターも購入しました。あとはフリーザトーンさんとかでこう推奨されてたので、ソルダーレスケーブルを切断するにあたってニッパーとかよりも、これ Amazon で安かったんですけど、こういう剪定バサミがおすすめという話がありましたので、とりあえず買ってみました。剪定バサミと、あと家にあったドライバーですね、これを使って今回ソルダーレスケーブルを作っていこうと思います。はい。でとりあえず先にテスター開封しときました。で、スタジオ勤務時は毎日のようにテスター使ったんですけど、家で使うことになると思わなかったのでちょっとドキドキしますね。おお、こういう感じか。はい、こんな感じでできました。試しに電源入れてみます。で、このテスターなんですけど、なんだかすごくいろいろ使えるみたいなんですよ。全然分かってないんですけど、とりあえずいろいろ使えるところで便利かなと思ってこれにしてみました。で、今回は導通だけ確認できればいいので、導通モードもここにありましたということで、モードにしてみます。はい、導通モードですね。じゃあこれでちゃんとまず音が鳴るかですね、チェックしてみようと思います。おお、こういう感じなんですね。はい、バッチリですね。で、一旦これちょっと置いときます。はい、では次本体を開封していきます。これ箱がかっこいいですよね。本当に高級プラグですよね。みんな使ってて定番だと思うんですけど、フリーザトーンさんってすごく高いですよねだから私は今回エフェクターボード作成に正直ソルダーレスプラグにお金をかけるつもりは全くなかったんですよ。ですが、結局それでちょっと安めのを最初買ったんですけど、結局ねこういうことになるんですよ。なので皆さんは何か買うときにはしっかりと下調べをして後悔しないか確認してから購入することをお勧めします。ということで開封していきます。はい、書いてありますね。ここにプラグやシールドケーブルも楽器の一部ですってことですよ。楽器本来の音を感じ取り演奏の楽しさを体験してくださいということで書いてあります。はい、楽器の一部なんですよね。そういうことなんですよ。だからたかがパッチケーブル何でもいいやじゃなくて、こだわる人はやっぱりこだわってますよね。はい、初めてのソルダーレスケーブルです。おお、こういう感じですね。取扱説明書が入ってます。説明書ではニッパーを書いてあるんですね。じゃこっちも開けていきます。おお、結構太いんだ。意外ですね。結構太いです。もうちょっと細いかと思ってました。結構太めのケーブルがついてきます。これが CU416 っていうケーブルですね。で、プラグが、おお、すごい、 L プラグが10個ついてますね。あと予備のネジがついてます。今回ちょっと1個だけ1セットだけ作ってみようと思うんで、とりあえず1セット開けていきます。はい、こんな感じですかね。で、説明書すごくシンプルですね。ニッパー的なものプラスドライバーケーブルプラグを用意しましょうと。で、それで、綺麗に切れと。ここがすごい大事みたいですね。潰したらまずいと、ちゃんと綺麗に断面が綺麗になるように切断して、セットしてネジを締めると、すごくシンプルですよね。とりあえずやってみようと思います。じゃあまずはケーブルを切るところからやってみましょうか。長さどうしようかな。最初なんで市販のパッチに近い長さでちょっと切ってみようと思います。ちょっとこれだと長いと思ったので少し短めにしようかなと思います。このくらいかな、長さは必要最低限にしたいので短めに作ろうと思います。このくらいかな。はい、じゃあこの長さで入れてみようと思います。剪定バサミを使ってここで垂直に綺麗に切りたいんでやってみます。いけるかな。よっ、こんな感じの断面になりました。ですかね。結構綺麗に切れたんじゃないかと思います。で、逆がちょっと汚いんで逆をもう一回切り直してみます。よっ、良さそうな気はします。はい、とりあえずケーブルが切れましたので、次はプラグですね。プラグの説明したかったですね。プラグ、これがフリーザトーンさんのプラグです。このロゴかっこいいっすよね。このロゴちょっと憧れでした
なんかかっこいいボード使ってる人はみんなこれみたいな感じですよね。こんな感じで、まあ、かっこいいプラグですね。でまずここのネジを外してキャップを取っていきます。これキャップなんですよね。取りました。はい。でまあこれがプラグ本体ですね。でもあとは簡単で、もうすごいですね。これに、まあ、差し込むだけで収納みたいな感じなんですよ。ストレートのプラグ作る場合はシールドを作る時とかと同じで、先にこっちにこうキャップ通したりするんですけど、今回 L プラグなのでそのまま差し込んじゃいます。まずはでここにケーブルを差し込みまして、奥までしっかり差すと。おうおう、こんなんで本当に大丈夫なんですかって感じなんですけど、これでいいんですかね。なんか手応えも何もないんですけど、まあ、とりあえずこれで折り曲げます。 L プラグなので今回は折り曲げるんですよね。折り曲げてみます。ちょっと緊張しますねこれ。なんかはまってる感じが全くしないんですけど、これは大丈夫なんですか。はい、折り曲げました。で折り曲げたらキャップをかぶせる。折り曲げましてキャップをかぶせる。はい、かぶせました。そして最後にネジを締める。なんか簡単すぎて、ハンダでシールドを作ると結構大変じゃないですか。こんなに簡単で大丈夫なんですかって。もうちょっとなんかこう差し込んだ時に手応えがあったりとかするかと思ったんですけど、何もないんですけど大丈夫なのかなっていう。でネジを締めていくと。ちょっとドライバーがでかすぎたんで違うドライバー持っていきます。ちっちゃいのに変えます。でネジで締めていくと。はい、これで片方ができましたね。めちゃくちゃ簡単ですねこれ。簡単ですごくいい感じになりますね。なんかはい、じゃあもう片方も作ってみます。これなるべくやっぱりこう癖をね伸ばしてあげた方がいいかなと思うので、癖がつかないように作ろうと思います。でもう片方もキャップのネジを外して、キャップを外して、でプラグにケーブルを挿していくと。これ刺す時の角度注意ですね。 L 字の場合バランスよく配置したいので、こんな感じかな。はい、刺せました。じゃあ曲げていきます。曲がりましたか。はい、曲がりました。ではキャップをつけていきます。キャップをつけまして、ネジを回していくと。はい、完成しました。初めてのソルダーレスパッチケーブルが完成しました。手軽ですね。わー、かわいい。もうしっかりとパッチケーブルですよ。すごいなこれ。ここね、ケーブルにもフリーザトーンって入ってますよ。はい、いやー、これ慣れたら、ま、パパッとできるでしょうし、単純に作業が楽しいですね。結構ハンダ付けだとちょっと楽しいのもあるけど、ちょっとこうストレスもあったりするんですけど、これ作るのはめちゃくちゃ楽しいですね。じゃあ導通チェックしていきます。まず先端ですね。はい、シールド線の方。お、バッチリですね。あんな簡単な作業でこんなにちゃんとしたシールドが作れるんですね。ちょっとびっくりなんですけど。ではこれをつないでみたらどうなるか、見た目のチェックもしていこうと思います。お、かっこいい。見てくださいこれ、かっこいい。え、超かっこよくないですかこれ。わあ、もうこれだけでエフェクターボードのスタイリッシュさが変わりますよねこれ。うわ、超いいな。超いいっすねこれ。いや、このロゴもかっこいいですね。やっぱりこのフリーザトーンのこれ、いやー、よかったよかった。うん、とてもいい感じのパッチケーブルが作れました。はい、で今回こうやってソルダーレスでパッチケーブル作ってみたんで、まあ、今度の動画でソルダーレスと、まあ、ちょっと正直違いが分かるか絶対自信ないんですけど、まあ、ソルダーレスのパッチと、まあ、普通のパッチケーブルの音質比較とかもできればいいなと思ってるんで、まあ、できたらやっていこうと思います。はい、ということで今回はフリーザトーンのソルダーレスを作ってみるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。